氷川きよし商標問題で2年ぶり紅白出場ピンチ。加藤アヤナ、久本正美らラ、しシが頼みの綱。新が通じるファミリーが側にいてくれて私は世界一、幸せ者です。深く感謝します。今月6日に47歳の誕生日を迎えた歌手の氷川きよしは、仲間にお祝いしてもらったことを自身のインスタグラムで報告。 氷川が思わず感激の言葉を漏らしたのには、大きな理由があるという。ザ・ドリフターズの加藤茶、81の妻でタレントの加藤あやな、36も、タレントの彦コ57らと一緒に氷川をお祝いした際の写真をアップし、こうコメントしている。写真、変装もバレバレ周囲の客が恐れる和田アキコのパチンコ姿。 私の家族が病気で苦しんでる時に、キーナがリビングで歌を歌ってプレゼントしてくれて、大号泣した思い出がある。あれは一生忘れない。心が綺麗で面白くて最高の友です。氷川との特別な関係を告白した綾ヤは18日、タレントの鈴木奈々36とのツーショットをアップ。続けて。 17日に東京ガーデンシアターで開催された氷川のコンサートを鑑賞したと報告している。昨日は氷川清子とキーナのコンサート泣いたし、爆上げしたし、何より歌唱力に震えました。綾名が言及した氷川の復帰第一弾コンサートだが、16日、17日の東京会場はチケットセールスで苦戦が強いられたと報じられている。 氷川の全所属事務所、ながらプロ元関係者は、その背景にファン離れがあると話す。社長が強く反対したことで両者の関係は悪化し、独立の引き金となったと言われている氷川のイメチェンは、一般のファンからは好意的に受け止められましたが、デビュー以来の熱烈なファンほど、ビジュアルの変化や演歌以外の楽曲にチャレンジする氷川に違和感を覚えたと言います。 独立後の窮地を救ったのが、強い絆結ばれた仲間たちだという。全事務所の水森香りは紅白に21年連続出場。氷川が今年3月に独立した際、マネジャーら数名がついていきましたが、プロモーションに長けた人間はほぼ皆無です。それだけに、拡散力のある芸能人の仲間が今最も頼りになる存在でしょう。 全室ながらプロ元関係者。氷川のコンサートについて言及しているのは、あやなだけではない。キーちゃんのコンサートめっちゃ最高。圧巻の歌唱力。天下一品。どの曲もかっこよくて素敵でめちゃくちゃ感動した。タレントの久本雅美六66も氷川を熱烈に応援する一人で。 コンサートについて自身の SNS でこう言及した。コンサートを鑑賞した綾名や久本の他に、TM ネットワークのキネ直人がコンサートのスペシャルゲストで登場するなど、総価学会の仲間からサポートされている様子を隠そうとしていません。むしろ、結束の強さをアピールするかのように、各々が仲睦まじい様子をインスタなどにアップしています。先日、 学会員であることを告白した鈴木と綾菜も単なる芸能界の友人ではなく、信仰を共にする間柄。ピンチの時ほど、彼らの結びつきは発揮されるようです。週刊誌記者。独立を果たした氷川は、キーナ名義でも活動しているが、愛称記号キーナ記号をめぐる商標問題が全事務所との間でクリアになっていない。そのため、 期待されている2年ぶりの紅白歌合戦出場も危ぶまれているという。そろそろ紅白選考の時期を迎えますが、氷川の前事務所には、紅白に21回連続出場している水森香織が所属しています。トラブルを避けたい NHK の上層部が今年、氷川を出場させるかは微妙なところでしょう。スポーツ指揮者。心強い援軍を得た氷川 2年ぶりの紅白出場を実現させられるか。自由な生き方を勝ち取った氷川の完全復活に注目したい。